キーラー語は1948年のアメリカ合衆国のフィルムノワール。監督はジョン・ヒューストン。出演はハンフリー・ボガートとエドワード・ジー・ロビンソンなど。原作はマックスウェル・アンダーソンの1939年の同名義曲。クレア・トレバーがアカデミー助演女優賞を受賞している。フロリダ州の産後賞列島フロリダ・キーズのキーラー語、島に退役した元少佐。 フランク・マクラウドが戦死した部下ジョージ・テンプルの遺族に会いにやってくる。しかし、未亡人ローラとジョージのローフ・ジェームズが経営するホテルは釣り客を装ったロックをボスとするギャング一味の隠れ家となっていた。先住民の脱獄衆を追って偶然ホテルを訪れたソーヤー副保安官に怪しまれた一味はソーヤーを拘束し、フランクらに正体を表した上でソーヤーを射殺する。 一味は今夜中に偽札をギャング仲間のジギーに渡して逃げるつもりだったが、島にハリケーンがやってきたことで逃亡用の船を失う。そこで六個は元軍人のフランクにホテルの船を操縦して自分たちをキューバまで連れて行くように命令する。危険なことは避けたいと頭では思いながら、同時に戦いたいとの気持ちを抑えられないフランクは命令に従うことにする。 フランクの身を案じた、六個の上峰は芝居を撃って、六個にすがりつき、その懐から銃を盗み取って密かにフランクに渡す。船を出したフランクは、六個の部下たちが甲板と船室に分かれたタイミングを見て攻撃を開始する。まず甲板にいたフィーニーを巧みに騙して、海に落とし、船酔いで甲板上にへたり込んでいたトーツを射殺する。その際にトーツのった弾が、 フランクの脇腹に当たるが、フランクは痛みをこらえて屋根に登る。そこに慌てて戦室から出てきたカーリーを、フランクは天窓から撃つ。戦室に戻って生き耐えたカーリーを見て慌てたロッコは、ガルシアに甲板に上がるように命令するが、それを拒んだガルシアをとっさに射殺してしまう。一人になったロッコは、フランクに様々な取引を持ち出し命乞いをするが、フランクは完全に無視し、 戦室から出てきた六個を躊躇なく打ち殺す。一味を倒したフランクは、船の進路を島に戻し、無線で救助を求める。そしてホテルで松つのオラに無事を伝える。かっこないは日本語吹き替え。ありがとうございます。